たいのよ、音だけ、いやほんまや、ボリュームやな、パッチャ発音っていう感じ、面白いな。はい、皆様こんばんは、と申します。どうぞよろしくお願いします。私のマジックは参加型のマジックとなっておりますので、皆様とご一緒にマジックを進めてまいりたいと思います。よくね、学校へ行ってた時に前へ習いされたと思うんですけど、今日は一緒にやってみましょう。きっと不思議なことが体験できると思います。じゃあ皆さんご一緒に前へ習いしてみましょう。前へ習い、そうです、ね、前の人は頭続かないようにやりますよ。はい、ありがとうございます。今度は親指をピッ伸ばすんです。はい、ありがとうございます。さあ今度は親指をね、内側に倒しましょう。そうです、さらに下、 OK。 さあここからよく聞いてください。右利きの人は右手を上、そうです、左利きの人は左手を上にして、どっちでもいいです。上にしたら逆握ります。いいですか。こちらのメガネの男性の方、もうちょっとこうそ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 う、そんな感じ。小指の方からゆっくり力を入れますと不思議なことが体験できます。じゃあいきますよ。小指からゆっくり力を入れて、ワン、ツー、スリー。はい、できた人、できた人、あ、一人だけ、あとは、あとできなかった、一人だけですか、もう一人、あ、一人だけね。じゃあね、今手を挙げていただいた方、よく聞いてください。やり方間違ってます。ひょっとしたら知ってる方かもしれませんね。そんな方はドキドキするんですけども、そんな感じでね、次々次々行きますからね。あ、いつまでも手を回すのやめていただいて、次のマジックに行きたいと思います。さあ今度はね、予言のマジックに挑戦してみたいと思いますね。予言のマジック、予言のマジックで何のことやと言いますと、私が先にこのボードを使って、ね、音楽をかけながらやりましょうか。じゃあミュージックお願いします。3番、
番は1番。その隣の番号は2番。2番。じゃあ最後の男性、これは4番ですね。4番しか入ってないですね。これが1番同士、2番同士、3番同士、4番同士、5番同士に伝わる位置したら不思議でしょ。やってみましょう。皆さんにお願いです。OK。 はい、ありがとうございましたね。予言のマジックでございました。マジックね、一番最初にビッグ